出身地の尋ね方、そして答え方について学んでいきたいと思います。はいたーい、アハゴン、あずさやいびん、昼夜のうちなーチャンネル、しまくてば講座やいびん、生からはじみんど。今日はですね、しまくてば講座で出身地の尋ね方、そして答え方について学んでいきたいと思います。あのね、うちなんちはね、本当によくね、あなたどこの出身ねとかね、どこから来たのとか、そういったことを尋ねる方非常に多いんですよ。特にこう初対面同士で、はじめましてってこう仲良くなるときに、どこから来たんですか、出身どこねって、なんだかわからないんですけど出身地を尋ねたがるんですよ。非常に多い。どこの中学校だったとか、どこの高校だったとか、そういったのも非常に多いです。なのでこれから学ぶで、出身地の尋ね方、答え方、このフレーズをまあ覚えておくと、しまくてばのね、こう会話もできるようになりますので、このね、今回は重要な2つのフレーズをですね、一緒に学んでいきたいと思います。いや、そうそう、まずは出身地の尋ね方です。あなたはどちらの出身ですかという時ですね、しまくてばではこのように尋ねます。うんじゅぬうまりまあやいびーが、うんじゅぬうまりまあやいびーが、このうんじゅぬうまりまあやいびーがっていうね、一つの文を、ちょっと、ね、区切って一つずつ見ていきたいと思います。はい、まずはうんじゅぬ、はい、これはあなたのにあたります。うんじゅというのがあなたという意味です。で、うんじゅぬのぬが何々の、日本語では何々のにあたるんですね。これが例えば友達同士とか、すごく親しい間柄の場合は、うんじゅだとちょっと丁寧すぎる。なんというかというと、やと言います。や、君とかお前とか、そんな形で使います。でね、あのしまくてばの辞書にはやーというね、この単語は、君とかお前というふうに載っているんですけど、こう私が感じる中ではやーというのはなんかね、本来なら君とかそういった言葉になるんですけど、最近だとお前というなんか要素がちょっとね、ニュアンスとしては強いような感じがするんですよね。なので今回のこの講座では、命令の方にもちょっと使える伝え方をですね、ご紹介していきますので、皆さんは、まあ、やーも覚えるのいいんですけれども、うんじゅぬって覚えておくと非常に、使いやすいかと思います。では一緒に発音していきましょう。うんじゅぬ、うんじゅぬ、あなたのという時はうんじゅぬと言います。その他にもね、例えば私の本という時はわんぬすむち、何々ののことは何々ぬと言います。はい、このね、ぬもね、もう会話の中でよく出てきます。何々のにあたる言葉は何々ぬで覚えてください。ぬだけ覚えておくと忘れやすいじゃないですか。だから今回のように、あなたのっていうのはうんじゅぬって言うんだなっていう形で、単語とね、くっつけて一緒に覚えてください。さあ続いていきましょう。うんじゅぬの後はうんじゅぬ、うまりですね。はい、うまり、うまりというのは想像できるかと思います。生まれですね、出身地のことを指します。で、この生まりというのは発音が結構特徴的で、んから始まる言葉なんですけど、んの前にちっちゃいつがつくイメージで発音してみてください。喉の奥がね、ちょっとこう詰まるような感じです。それでは一緒にいきましょう。生まり、生まり、気持ちちょっとつが入るイメージですね。最初はちょっと発音しづらいと思うんですが、頭の中で最初につが来るんだ、生まり、生まりってね、だんだんやっていくと慣れていきますので、ちょっと発音が難しいよっていう方はつを無視してんまりで発音してみてください。で、だん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 慣れてきたら、ちっちゃいつをね、入れていくイメージでやってみてください。さあ続いて、うんじゅぬうまりまあやいびーが、はい、このまあやいびーがのまあ、このまあというのはどこという意味です。このまあもね、よく使うんですよ。結構よく出てきます、会話の中で。今どこにいるんですかと聞くときは、まあやいびーがとかね、どこにいるんですかと聞くときはまあやいびーがという風に使います。それではまあやいびーが一緒に発音していきましょう。まあやいびーが、まあやいびーが、どこですかっていう時はまあやいびーがと言います。では今紹介しました、うんじゅぬ、うまり、まあやいびーが、これをくっつけて一緒に発音していきましょう。あなたの出身地はどこですか。うんじゅぬうまりまあやいびーが、うんじゅぬうまりまあやいびーが。ワンフレーズで覚えておくと、すっと
会話ができるようになりますので、うんじゅぬうまりまやいびーがでね、ぜひワンフレーズで覚えてください。いいよ、そうそう。さあ、あなたの出身地はどこですかと尋ねました。それに対する答えですね。例えば私が聞かれた時は、私は那覇の生まれですと答えます。その時はですね、このように言います。ワンネーナーファヌうまりやいびーん。ワンネーナーファヌうまりやいびーん。はい、こちらも一つ一つ見ていきましょう。まず、ワンネー。はい、このワンネーというのは、私はという意味です。このワンネーもよく言いますね。例えば、自分の名前を紹介するときに、ワンネー、アハゴン、アズサヤイビーンとかね、私が島くつばで自己紹介をするときによく使います。さあ、続いていきましょう。ワンネー、ナーファヌ。はい、出てきました。またヌが出てきましたね。先ほど紹介しました。ウンジュヌですね。あなたのという聞くときは、ウンジュヌというよとお伝えしました。ナーファヌ。こちらは、那覇のになります。那覇はですね、ナーファと言います。こちらも覚えてください。那覇の、ナーファヌと言います。それでは、一緒に発音していきましょう。ナーファヌ。ナーファヌ。はい、続いては、ナーファヌにくっついてる、うまりですね。そして、ナーファヌ、うまり、やいびーん。はい、これ、よく出てきますね。これ多分ね、今紹介している島くつばの中で一番と言っていいほど出てくると思います。なぜかというと、私がうちなーチャンネルで毎回必ず使っている島くつばです。お気づきでしょうか。はい、たーい、アハゴン、あずさやいびーん。はい、このやいびーんなんですね。これはいつも、こんにちは、アハゴンあずさです。とね、自己紹介をしているんですけれども、このまさにやいびーんというのは、何々ですにあたります。で、このやいびーんは、島くつば私が勉強し始めて、もうね、何万回っていうぐらい聞きました。もうそれぐらい、いっぱい出てきます。やいびーん、やいびーん。よく、本当に自分でも使う言葉ですし、よく耳にする言葉でもあるので、このやいびーんは、必ず覚えてください。では一緒に発音していきましょう。やいびーん。やいびーん。やいびーんもね、ぜひ覚えていきましょう。さあ、今紹介しました。私は那覇の生まれです。ワンネ、ナーファヌ、ウマリ、やいびーん。こちらをくっつけて一緒に発音していきましょう。ワンネ、ナーファヌ、ウマリ、やいびーん。ワンネ、ナーファヌ、ウマリ、やいびーん。はい、今ですね、私は那覇出身なので、ワンネーナーファヌ、ウマリヤイビーンと答えましたが、これがね、もし私は東京出身ですっていう時は、ワンネー東京のウマリヤイビーン。私は京都出身ですっていう時は、ワンネー京都のウマリヤイビーン。北海道出身ですっていう時は、ワンネー北海道のウマリヤイビーン。という形で、ナーファのところをですね、東京とか京都とか北海道とか、このようにね、地名をね、変えていってください。ワンネーナーファのウマリヤイビーン。こちらも一文で覚えてください。いいよ、そうそう。さあ、今紹介しました出身地の尋ね方、答え方。一緒に復習していきましょう。あなたの出身はどちらですか？私は那覇の出身です。続けて一緒に発音していきましょう。ウンジュヌウマリマーヤイビーガ。ワンネーナーファヌウマリヤイビーン。ウンジュヌウマリマーヤイビーガ。ワンネーナーファヌウマリヤイビーン。はい、いかがでしたでしょうか。今この2つね、紹介したフレーズの中に単語もたくさん詰まっていますし、まあ単語一つ一つ勉強していくことももちろん大事なんですが、語学をこう習得するにあたって単語勉強した後はやっぱりフレーズで覚えていくと一気に吸収力が上がりますので、ぜひね、今紹介しましたウンジュヌウマリマーヤイビーが、そしてワンネーナーファヌウマリヤイビン、この2つをセットで覚えてください。いいよ、そうそう。今回紹介した島くつばですね、まあ、基本的に島くつば講座全部そうなんですけど、沖縄本島中南部の島くつばをメインにお伝えしています。これがね、また北部とか宮古とか八重山とか与那国とかになると、またね、のがぬになるとかね、そういったのを全部変わっていきますので、ただ私がね、生まれがね、ナーファ出身ですので、沖縄本島中南部の島くつばを中心にお伝えしました。宮古はどうやって言うのかとか、与那国どうやって言うのか、八重山どんなって言うのかとかね、そういった方気になるかと思います。もしですね、この単語が知りたい、こういうフレーズが知りたいというね、リクエストがありましたら、コメントいたさるぐとうにげえさびら。
それでは今日の動画は以上になります。ぜひグッドボタン、チャンネル登録、そして通知オン。ゆたさぐぐとぅ、うにげーさびら。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴一平二平でビタン、またやったー。